今日の質問は、はい、お客様とうまく会話ができないんですが、はい、なんかいいポイントはありますかという質問です。これちゃんどうしてます？私は、うん、もう楽しく会話しちゃいますね。あまりできないことがないですね。ね、そんな感じ、はい、いつもなんかどんな方でもカルちゃん楽しそうにお話ししてる、うん、やっぱりお客様が素敵な方ばっかりなので、うん、そう、クラブの長いお客様素敵な方ばかりでございます。初対面でも全然素敵な方と思ってテンション上がっちゃいますね、自分が。あ、そうかそうかそうか、うん、あ、いらっしゃいませってなっちゃいますね。嬉しいからしゃ確かに嬉しいとたくさん喋っちゃうかもしれない、はい、うん、でもキャバクラ時代は、うん、苦手な子もいたかな。もう全然会話がなくて何回もグラス拭いちゃうのみたいな子いましたね。あ、うん、最初美女商売に入った頃って喋、はい、れない、どうしたらいいんですかっていう子多いと思うね、はい、やっぱ自分も暗い顔しててお客様も楽しくないから、あのお客様怒ってるって言ってる子もいました。自分が楽しまないとお客様って楽しんでくれないもんね、はい、うん、気になると質問もやっぱり私もすごいしますね。かおりちゃんもよくしてるけれども、あ、その素敵なお洋服どこで売ってるんですかとかね、はい、あの素敵なネクタイをしてらっしゃる方って私、うん、ちょっと聞いちゃうかな。自分のプレゼントとかにも活かせそうですもんね、うん、ね、折のね、素敵なステファノリッチさんとか銀座で買えるショップがあるんですけど、はい、うん、そういうのだとね、あ、ステファノリッチ、まあ素敵って、うん、このお客様素敵ってなっちゃいます ね、まあ、分かりやすいんですけど、でもあの、はい、柄のね、あのネクタイとこれ、うん、エルメスなのかな、フェラガモなのかなとか、私たまにこうやって裏見ちゃいます、お客様いいですか。あ、素敵とか言って勝手に。でも1対1だとやっぱり話がね、うん、あの続かなかったりっていう子もいるので、あ、そうですね、やっぱりクラブにいると、うん、お姉さんとか女の子に話を拾ってもらったりとか、会話がすごく弾む気がします。あ、で、ね、であのお姉さんとか、ね、ママとか割と振ってくれるもんね、はい、新人の女の子に、ね、なりなりちゃんどうとか、ね、話しやすいですね、うん、私たちもできるだけ振るようにね、新人の女の子はしてるんですけども、はい、そういう女の子たちまずクラブにね、キャバクラのクラブに入っていただいた方が話をしやすいかもしれません。楽しいと思います、うん、まあポイントはお客様を好きになること、お客様に興味を持つことですかね。はい、だって自分も興味なさそうに聞いても質疑応答みたいになっちゃいますね。好きなんですかとか、今日は何してたんですかとか事情聴取みたいなね、はい、でも楽しく、はい、わー素敵とか、どうなんですかってもう興味ありそうに、ね、聞かれたらすごく会話も弾むと思います。そうですね、はい、お客様に興味を持つこと、はい、はい、そうかもしれませんね。それでは、はい、銀座の夜にお待ちしております。